神保町の癒しスポット紹介。何これ？何してんの？何してんの？神保町の癒しスポットを何ですか？紹介していきます。そうですよ。なるほど。はい。何ですかってさ。合わせてるよ、お前も小声で。一応小声の、ね、あ、すいません、すいませんやんし本日は保護猫ホーム神田神保町さんに来ております。お邪魔します。お邪魔します。こちらは神保町駅から、ちょっとわしゃわしゃごめんなさいね。こちら神保町朝日くん、ちょっとこれは俺らが今勝手に来てるから。朝日くん、朝日くん、こちらは神保町駅から徒歩5分ほどの場所にある保護猫ホームとなっております。こちらの施設は千代田区で行政と連携協力して飼い主のいない猫の問題に取り組む一般財団法人千代田にゃんとなる会さんが運営している、なるほど、はい、譲渡型、保護猫ホームであり、保護猫ホーム、はい、老猫ホーム&ホスピスでもありますと。神保町吉本漫才劇場から徒歩10分ほどの場所に位置していますので、公演鑑賞前後にも立ち寄れますという癒しスポットでございます。保護された猫ちゃんたちに癒されながら保護猫の活動についても考えられるスポットとなっております。さあ皆さん、神保町きっての猫好きがね、本日集まったということで。猫好きですよ、はい、買ってました。僕も買ってました、はい、あのもうね、グダグダ説明はもういらない、はい、違うんですよ、京極さん聞いてます。何が？じゃあもともと僕と京極さんと前風だけの意見だったんですよ。あ、3人だけだった。そうや、そう、それを僕がさっき家出る前にどこ行くのって言われて、こうこうこうで、じゃあ撮影行くんですって言ったら、柏木さんはちょっと待てよ、めちゃくちゃ動物猫めっちゃ好きやね、電話するわって言って、スタッフさんに電話で怒鳴り散らしてムカついてね、え、急遽俺無理やり来たの、俺連れて行けやとか言って、あ、分かりついてね、ムカついたよ、で、分かりましたって言って、じゃあどうぞって言って、やったベロくぶりタコパスですか。何やねんこの人、勝手にムカついて、うん、で今から癒されるんやろ、うん、猫触れると思ったらすごい喜ぶ究極の時間ですねすごいっす、朝日ちゃん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 、あのね、今全部で5匹ですかね、ここのホームにいらっしゃるお猫様を5匹、はい、先ほどからずっと見切れてると思うんですけども、割とこっちに寄ってきてくれるのが朝日ちゃん。朝日ちゃん1歳。大きな体と瞳がチャームポイント、人慣れが進んでおり、マイペースな性格でご飯が大好きです。なるほど、大きいもんね、うん、大きいね、朝日ちゃんだけ。でさっきはね、この辺にね、アトムくんっていう白黒の子が、アトムくんが一番大きかったかな。アトムくん上の方に、はい、で上からコットンちゃん、コットンちゃんはずっとね、うん、あっちか今。コットンちゃんね。あれ、ここ移動してるよ。綺麗やな、コットンちゃん。コットンちゃん、すごい。コットンちゃん、窓際のコットンプロジェクトの CM みたいなってるやん。あんな、変なこと言うな。あれ、コットンちゃんね。ええやん、警戒させんといてや。コットンちゃんが割と縦横無尽に、俯瞰で人間を観察している感じ。カリントちゃん、7歳。カリントちゃん。はい。はい、穏やかな性格です。ヒートがソファーや椅子に座っていると隣で寄り添ってくれる。あら、うん、あ、カリンとちゃんに気に入られたいね。ちょっと人多いな。あんたが入ってきたい。あんたのせいや。あんたがこうなったら3人やね。あんたが来たからこうなってんねん。あんたが来たからなってる。ここにはね、女王がいるらしいですよ、ステラちゃん。女王、15歳です。ステラちゃん、神保町の女王って感じだよ。神保町の女王はボルジュか。いや違う、ステラちゃんです。ステラちゃん、ステラちゃん。ゃんこのホームの女王じゃないですよ。神保町の女王。すごいですね。神保町の女王。ステラちゃんはあれか、あの寝てる子か。そうじゃないかな。もうここからご自由にお過ごしください。あ、もうターン。はい。ちょっと待って、それぞれなんかあるよ。あ、お、あ、なんか遊び動画あるよ。おしゃらし。
俺も家でも YouTube でネットの動画ばっかり見てましたもん。マジで。はい。暇あればめっちゃ見てますもん。そう。わかりです。TikTok とかのやつよう見てるわ。なんか猫の知識のやつかな。ぐるぐる言ってたら実はめっちゃ喜んでる。ああ。俺猫じゃないんですよ。ああ、そうか。もう犬やから。いや、犬でもない。え、犬なんですか。何が含まれてるの。何が含まれてるの。何が含まれてるの。優しく。おっ、おっ、あ、興味出る。お、すごい。ちゃんとやっぱ楽しいな、これ。猫の知識。なんかあるかな。お、アトム。アトム来た。来た。え、アトム、こう、一番上は何ですか。起きてきた、起きてきた。ちょっとうるさかったかな。起きてきたよ。うるさかったか。ステラさんか。ステラさん。ステラさん。眠いかな。わかりやすいもんだ。眠いのかな。全然猫じゃらし。猫じゃらし、全然、あれや。朝日と今、実際。ちょっとびっくりしてるんですか。かわせるようにして。あ、朝日。実はこれ。これが楽しい。ケリブルミ。ケリブルミ。あ、足にさ、抱きかかえてね。足元のバント。めっちゃ見てる。話と違うじゃないですか。そんな詰めないでしょ。詰めなくていいんですよ。多分そういうこともあるでしょう、ね。あそこ。あ、上手にね。生き物のようにリアリティになるべきで。これ食いつくんじゃないですか。猫探しが下手なんですかね。話と違うじゃないですか。さすがに僕も言わせてもらいましょう。めっちゃ結構見てます。結構工夫してます。結構工夫してたりしてた。に猫が気づいたらもう全員寝てるじゃないですか。なので30分っていう時間制限を設けてみんな寝ちゃう。寝ちゃう。ごめんね。眠たいのに。この子たちは千代田区内で保護された猫たちで、もともと2000年に行政、飼い主のいない猫の不妊去勢出産助成事業っていうのを立ち上げて、それで私たちのボランティアが集まってできたのがこの千代田区です。捨てないことも。まあ、捨て猫だった子もいると思うんですけど、もう本当飼い主のいない猫ってことで、外にいる。なるほど、猫を保護してね。ちょ、前から聞けよ。聞いてます、聞いてます。夢中やないか、猫じゃないし。ただ、外にいた猫だけじゃなくて、かりんとちゃんのように飼い主さんが飼っていた子、例えば病気だったりとか、認知症とかで飼えなくなってしまったっていう猫を、うちで預かってですね。なるほど、なるほど。おお、すごいね、それ。小さいですね、ステラさん。どうする？わあ、かわいい。ええー、なあ。ちょっとばかりこっち向いていただけませんか？ちょっとばかり。ステラさん、尻尾見てください。ね、見ました？こうなってますね。尻尾がこうね、曲がってね。ステラさん、おマイコズ、はい、マイコズのステラさん、ああ、すいません、すいません、どうためにこういうマイコズさんやねん、先生、え、こんくらいおさっぱの方が反応してくれます。いや、あえてとかいらない。あ、いらないですか。正直、反応せんでもこいつらが幸せだそれでいいか。あ、ほんですか。あ、失礼します。
します。ご挨拶よろしいでしょうか。吉本興業6年目インテークの前田と申します。よろしくお願いします。一切振り見てくれないです。いやまだな、売れてないからな。ちょっとカード見てはんねん。一応今週土曜日、次来る芸人グランプリというフジテレビの生放送に出演させていただきますので、頑張りたいと思います。お願いします。全然カードと良さ見てるね。全然なんかね、勝手に家族としてる。猫じゃらしい。すごいな。この朝日の家庭は家族募集中。家族募集中。譲渡型の保護猫ホームってことで。そうなんですね。他にもあなたが猫とかやって、もしお話があれば、ぜひ。なるほど。じゃあこれ見てる方で、うん、ちょっと全然すぐ触れ合いたくなったら一回来ていただいて、そうなの、全然すぐなんですか。あ、そっち、はい、時間セラさん入ってはる。セラさんいらっしゃってます。セラさんいらっしゃってます。挨拶するとこっちゃですよ。打ち合わせ今終わって一人でいらっしゃってます。その情報よ。ありがとうございます。この前動きました。なんで毎年勝負ご飯連れてってもらったんですか。あの、こちらのお釣り後で渡します。よろしくお願いします。渡した。ちょっと、そっちに戻した。あ、それをパンでやってたよ。今パンちゃん。お前それをこれでやりたいの。あ、来たっけ。入れ込んであげたけど、うん、パンを、そして、うん、そしてパンを入れ込むと、あ、完成、いった何がみたいな顔してる。結構ガチガチいくな。これ取ったらどうなるの。あ、しかも鉄の、うん、こうしたらいらんと。じゃあ、次はこちら。なんかそんなんされて冷めるわ。猫も一緒なんですね。それで振りが違うんです。それさえ冷めますわみたいな感じです。お時間、お時間です。お時間40分です。何時くらい。4時40分、梶木さん飲みかないと。7時からでしょ。はい、ライブは。あ、はい、じゃあと20分しかないんで。はい、梶木さん時間です。そうそう、梶木さん時間です。まだ、だから7分前で。いや、もうあとは俺たち既存のメンバーで本来の、本来の。いや、でも靴下も買っちゃうし、まあ、もしくはもう靴下ね、アサリちゃんをお迎えしてもらって劇場連れてくる。いや、違うんですよ。カシャリさんがお迎えしてたら俺もお迎えさせてたんですよ。同じ家や。畑中さん帰ってこへんと思ったら猫一匹増える。まあラストチャンス。どうした、どうした、かわいい。どんなコミュニケーションね。急にどうした。いや、朝日お前嫌がってたのあったのだけ知ってるんですよ。うわ、ラブやん。お前、いや、ベストショットやん、これ。ちょっとこんなん見たらちょっとセットでお迎えせなくなった。そうや、離され引き離されたしな、これは。めちゃくちゃ仲良い。今、プランを作っといたら、もうちょっとやっぱカメラ入るから。ちょっと写真撮る。まだそっち消えてんない。あ、あります。あ、いいです。いいですよ。いいですよ。あ、惜しいな。出る前に、この子らに一言だけ。大好きだよ。何してんの。鳴き声聞こえました。あ、いいじゃないですか。あ、ベスト。いいショットだ。いいショットだ。いい写真だ。いいですね。
猫もね、もう行ってますよ、お時間ですよ、行ってくださいって。あ、絶対行かないでって。行ってくださいって。リハなしで大丈夫ですかって。企画の趣旨わかりますかって。コーナーわかりますかって。わかるよ、ちょっとわかってるよ。おいや、上のことちゃんかわいいですよ。これ、通称もらってたから、通称ええか。通称の時に大好きな通称、浅井さん。めっちゃいい。おー、最高だ。あー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 やない。お父さん。あーやない。かわいい。めちゃくちゃええ。めちゃくちゃいいですよ。あー。あっ。ごめんごめん。よこせみ、早く。カシアさん、お時間です。これ、すごい、めっちゃ好き。いいな、元気だな。すごい、もうずっと上を。最後、セラさんにちゃんと挨拶して帰るんで。何してんすか？セラさん、20時、方南町で撮ってますんで。打ち上げやね。後ほど。お願いします。打ち上げやね。えらい変なとこでやるな、これ。方南町って。お疲れ様です。こんにちは。これ、いいですね。この、ブチ。猫以外に雑すぎる。あともかも、あともかちょっとビビってる。そろそろお別れの時間となりました、今日撮った写真たちは劇場 SNS の方にもあげますのでお楽しみに。ジモチョの公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。拡散、そしてグッドボタンの方もぜひお願いします。以上、神保町の癒しスポット紹介でした。お疲れ様です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 。